パーシーは、イギリスの幼児向け本、記者の絵本、またその映像化作品、機関車トーマスに登場する、タンク式蒸気機関車。ウィルバート・オドリー原作の絵本、記者の絵本とその映像化作品、機関車トーマスと仲間たちに登場する、小型タンク機関車。色は黄緑。車体番号は6。1認証は、僕。二認証は、君。映像化作品においては、 レギュラーのタジ位置にあり、トーマスの親友という設定である。水タンクは、トーマスのようなサイドタンクではなく、サドルタンクだが、サドルタンクが、ボイラー部の下部に回り込んで、ボイラー部全体を包み込んでおり、実在しない車両デザインになっている。頑張り屋だが、いたずら好きでおっちょこちょいである。怖がりで幽霊などを苦手とする。幼い性格であり、ボディが小柄なため。 仲間からからかわれることが多く、知らない言葉や知識が多いため、ってどんな意味と仲間に聞いたり、単語の聞き間違いをする場面が、テレビシリーズでは頻繁に見られる。貨車の扱いに関する知識も浅いため、他の機関車に比べて貨車にいたずらされることが多く、事故や脱線の被害も比較的多い。ボディが汚れることを他の機関車にからかわれたり、バカにされることも多い。 記者の絵本では、パーシー初登場館の挿絵を担当した画家、レジナルド・ダルビーがパーシーを実在しないでたらめな車両デザインで描き、実物志向である作者ウィルバーとオードリーの悩みの種となっていた。その後の作品で、ダルビーはグレートウェスタン鉄道のクラス三百四十をモデルにパーシーを描いたが、実写と異なり、サドルタンクがボイラー部の下部に回り込んで、 ボイラー部全体を包み込む、機関車として正しくない形状となっており、第11巻、ちびっこ機関車、パーシーのパーシーの挿絵を見た、ウィルバートが、まるで芋虫のようだと発言したことにより激怒した、ダルビーは、記者の絵本の挿絵担当を交換することとなった。このダルビーのデザインは、ジョン・ケニーが挿絵を担当した際にもある程度、引き継がれた。そして、ガンバンド、ピーター・エドワーズに、 担当の差し絵画家が交代してから、ようやく、A ボンサイドクラス SS をモデルにしたデザインに書き直された。これは、イギリスの鉄道車両メーカーが4台施設向けに作った統一規格機関車の一種である。トーマスが視線に転じたことで、ナップフォード駅の入れ替えをゴードンらがしなくてはならなくなったことにより、ストライキが発生した際、 トップハムハット卿が機関車工場から購入し、ソドー島へやってきた。名前はハット卿が命名した。当初はナップフォード駅の客車、貨車の構内入れ替えを主な任務としていたが、取扱量の急増で消失力のパーシーは任を解かれる。以後、自動専用列車、夜行郵便列車、ミルク集貨列車の経営など、商品成の運行を中心に、 貨車の入れ替え支援もこなしている。TB 版が CG 化されてからは郵便列車が主な仕事になっている。作品では最年少設定のキャラクターであり、子供の共感も得やすいことから、機関車、トーマスの登場キャラクターとしては人気が高く、日本では、京阪電車が2013年に実施した機関車、トーマスの好きなキャラクター投票企画で1位に輝いた。 ことからも人気が伺える。これらの要因により TV 版では主役回も多く、長編でもいくつか主役作品が作られた。イギリスで実際の蒸気機関車に機関車、トーマスのキャラクターのデザインを施し運行するイベント、デイアウトウィズトーマスでは実際に運用されている機関車に緑色の塗装を塗り、顔の面をつけたパーシーデザインの蒸気機関車が運行されている。 日本でもこのイベントが静岡県大井川鉄道にて定期的に開催されており2015年より銭湯駅構内の生態保存として c 1 2系2 0 8号機をパーシーデザインにしたものが展示されるその他機関車トーマスの舞台ミュージカルが国内外含み3作品制作されているがパーシーは全作品で登場しているありがとうございます